テザー放送、哲夫です。どうも、お疲れ様です。おじさん、お風呂上がりですね。はい。えー、まあ、さっきの動画の続き、続きというか、あの、同じ日、えっ、ー、と、だいたい同じ時間に撮ってるんですが、えー、まあ、せっかくなんで買ってきたものを着ようと。はい。こういうことですね。あの、着てみました。で、まあ、別に T シャツは、あの、いいんですけど、 あの普通の新品の T シャツなんですけどあのタオルがですね、あのー、フェイスタオルだと思ってたらですねフェイスタオルじゃなかったので、あのー、え若干もっこりしておりますね <laughs>、はい、茶色でもっこりしているとなんかあの変なものを上にかぶってるような感じになっちゃいますけどもはいすいませんえっ、ー、と始めます、えーまあ、トラックのネタなんですけど本当はですねあのー この間やったあの人間関係重視の会社選びの、えー、と続きもので、えー、今度はですねあの、お金重視の会社選びっていうテーマであの、ちょっと台本は用意しておいたんですが、えー、と急遽ちょっとあの違う方行きます。なんかあのコメントでですねあの、ちょっと切羽詰まってそうな感じのコメントが来たんで、最初こっちにお答えしようかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、教えてください。 えー、中距離のメリットデメリット中型でも大型でもっていう、えー、ご質問なんですけどこれ非常に珍しいなと思いまして、えー、お答えしようかなと思いますあのー、中距離のメリットデメリットってあの聞いてくる人そういないんですよあのー、磁場のメリットとかですねあの長距離のメリットデメリット教えてくださいってあの聞いてくる人結構あのたくさんいるんですけどあの中距離って <laughs> あんまり質問されたことないのでそして質問されたことないってことはあ,のあんまりお答えしたこともないのではい こっち先にお話ししようかなと思いまして、えっ、ー、と、今日ですね、テーマに選びました。はい。えー、ご質問をいただいた、えー、前に進めさん。<laughs> いいですね。ありがとうございます。いい名前です。はい。えっ、ー、と、ありがとうございました。お答えします。えー、ただですね、中距離っていうのは、あのー、くくり別に、 かっきりとして、あの、こっからここまでが中距離、こっからが長距離みたいなくくりって、あの、まあ、実はそんなにかっきり決まってなくて、えー、まあ、それってあの、磁場かな、中距離かなっていうところから、あ、それは長距離でしょうとか、会社によってはまあまあ中距離扱いみたいな、そういう、えっ、ー、と、わりかしですね、あの、ざっくりした感じのくくりになります。えー、大体僕の中では400キロ、えー、から500キロ、えー、みたいな、 距離で言うとですね、はい、そのぐらいの、えー、距離設定になります。ただですね、あの荷下ろしに時間がかかるとか、あの荷下ろし二隅に時間がかかったりするとん、もうちょっと短くなるかなっていう感じもするんですけれども、あの基本的にはですね、1日で、えー、行って帰ってこれる距離、これをえっ、ー、と一応僕は中距離という括りにしております。えー、なのでえっ、ー、と例えばですね、あの僕川崎ベースの僕で言うと、あの名古屋とか西の方で言うと、あとあの仙台とかですね。 はい。その辺が一応、まあ、中距離のくくりになるかな。で、朝、えっ、ー、と、朝行って、で、そのまま、えー、まあ、休憩なり1時間ぐらいして、そして、あの、4時間ぐらいかけて帰ってきて、まあ、また休憩して、まあ、それでちょっと会社に着けるみたいな、えー、そんな感じですかね。で、まあ、えー、前後の休憩とか、ずみとか、荷卸し含めて、まあ、あの、1日、丸々1日使って、えっ、ー、と、行って帰ってこれる、えー、みたいな、 え、感じだと、あの、解釈してます。まあ、えっ、ー、と、それ、業種とか、あの、会社とか、人によっても、あとは地方によっても、あの、多分違うと思います。結構、あの、田舎の方に行けば、あの、渋滞もしませんし、えっ、ー、と、もうちょっと走れるのかもしれないんですけども、一応そんな感じですね。で、中距離のメリット、デメリットって、あの、言われてもですね、実はそんなにあんまり変わんなくて、 えとまあ、地場と変わらないって感じです、えーと。長距離とは違います。えー、と中距離のメリットは、えー、と何しろ家に帰れることです、毎日。はい、あの結構ですねなで中あの長距離に行くとやっぱりあの中1日とかでですねそれであの家に毎日帰れないんですけどもあの中距離だとやっぱり1日で行って帰ってこれるっていうくくりになるので、えー、と一応毎日家には帰れますと。 はい。こういうことになりますね。これが一応メリットかなと、えー、思います。えー、それとですね、メリットもう一つ言うと、えー、大体ですね、一日一発仕事。はい。これになると思います。まあ、一発なのか、えー、例えばですね、えー、僕が、えっ、ー、と、中距離の仕事を受けるとします。えー、川崎ベースなので、仙台に行きますと。で、仙台に一回降ろして、えー、それでですね、あの、帰ってきて、積み置きなり、何々して終わり。もしくはですね、仙台に行って、えっ、ー、と、それでまあ、帰り、 うんそうですね、あの、福島の会津若松でもう一回、えっ、ー、と、半分もう一回下ろして、えー、帰ってきて終わりとかですね、まあ、一回もしくは二回ぐらいの、あの、沈みに下ろしになるので、えっ、ー、と、体の負担は結構楽かなと、そういう体力的な面では、えっ、ー、と、もしかしたら楽なのかもしれません。 なので、えっ、ー、と、どちらかというと、あの、運転が仕事、えー、みたいな感じになりますので、えっ、ー、と、運転苦にならない人は、結構、その中距離系の仕事は、えー、いいんじゃないかなと。そして、毎日家に帰れるしっていう感じですかね。えっ、ー、と、なしろ、中距離の仕事って、あの、結構、あの、楽でいいんですよ。<laughs> あの、やっぱりですね、あの、積んで、えっ、ー、と、あっち、まあ、2、3箇所配達して戻って、午後便で、やっぱり2、3箇所行って戻って、積み置きして終わりみたいな仕事って、結構、あの、時間に追われたり、あの、バタバタしたり、大変は、 大変ですで。やっぱりここら辺川崎とかあの都内とかだとあの道が混んであの時間に間に合わないとかイライラしたりとか、えー、とそういうのはあるんですけどあの中距離になるとあの1回行ってで荷物あの全部ドーンと下ろしてそれでもう空になったらそのままあの帰ってきて終わりみたいなのとかですね、まあ、あとは、まあえー、と2箇所積んでいくこともありますし、えー、とこう帰ってくる途中でまた別な、えー、と例えば仙台に行って、えーとまあ、ちょっと外れて宇都宮の方で積み置きして帰ってくるみたいなそういう場 もありますけど何にせよ、えー、と作業自体がそんなにたくさんないと、はいえー、こういうのが、えー、と中距離のメリットかなと思いますね。はいえーまあ、メリットといえば、まあ、その運転が嫌いな人にとってはそれはメリットじゃなくなりますし、えー、となんか作業をしていたい人もいるので世の中には、えーとまあ、何をメリットデメリットでいうかその人それぞれなんですけれども、まあ、僕にとってはそういうことかなと。 っていい、う感じです、はい、で、すはわりかしですねあの、周りの人間たちにわは言われない、人間関係が嫌いで仕事を選んでる人は、えっと、こういう中距離みたいな、えっと、仕事だとですねあの、一回もう満載に積んで、どんどん出ちゃえば、あと別に <laughs> あの走るだけなので、えっと、会社の人間とかあの、アホな上司とかですねあの、アホみたいな先輩とかですね、あとはよく訳も分かってないけど、偉そうな客先みたいなのとかとやり取りするのが非常に少ないという、はい、こういうことになりますので、 えー、まあ,あの結構いい仕事かなそれでまあ、えー、結構距離は走って時間もわりかし長いです8時間で収まるってことはほぼほぼない仕事なのでわり、えー、かし残業とかあとはあの夜中に出るとかで深夜手当てがついたりとかで、えー、とそんなに安い給料ではない、えー、イメージですねただあの僕中距離を専門にやったことはないのでその中距離専門にやればいくらっていうことはちょっと申し上げられないんですが、えー、とそんなに悪くない給料を、えー、いただけるんじゃないかなまあ楽。 まあ楽と言っちゃへんですけど、楽な割には、えっ、ー、と、それなりの給料が出て、なかなか僕は、あの、中距離の仕事見つかるんだったら、それ一番いいんじゃないかなっていう気はしますね。はい。個人的な意見です。あと、えー、次、ちょっとデメリット言いますけど、ちょっとお酒飲みますね。はい。えー、国絞りプレミアム、上質な香りと要因リッチテイスト、えー、桃ですね。はい。なんとなく、あの、これを買ってきたんですけど、あのー、飲んでしまいました。すいません。<laughs> あの、話す前にですね、ちょっと飲んでしまいました。すいません。 は,はいありがとうございますうまいっすねうん若干ジュース的な感じはありますがはいすいません、えー、でデメリットの方いきますねデメリットはですねあのー、ほぼありません はいまあ、ないといえば、ですねあのさっき言った運転が嫌いだったらあのその中距離の仕事はデメリットになりますしやっぱりあの、うん、何かとこ降りて作業したいとかですねあとはあの仲間同士のチームプレーが好きだとかあのやっダンブ乗っててあの無線のやり取りが大好きですとかあのそういう結構、作業とか仲間のチームプレーが好きな人にとってはあの中距離の仕事自体があのデメリットだらけになってしまうっていうことなのでやっぱ人によってそれがあのメリットになる人もいれば、えっと、デメリットにひっくり返る人 もいるので えっと、中距離系の仕事を見つけたらですねあの自分がどういうタイプの人間なのかあの仲間たちとワイワイあのみんなでやりたいみたいなタイプだったらあんまり選ばない方がいいと思いますし、えっと、逆に1人で黙々とであとはですねあんな周りからなんか足引っ張られたりとか陰口聞かれたりするのが本当に嫌で人間関係大っ嫌いっていう人はこういう、えー、中距離の仕事をそしてやっぱりや、あのー、長距離みたいに行ったっきり、あのー、家に帰れないのは嫌だなみたいなあの。やっぱり毎日家には帰 入りたいけどあの人との関わりは少なくしたいみたいな人はあのいいんじゃないかなと思いますね。それはメリットになると思いますね。はい中距離の仕事で中距離の仕事あの別に雑貨とか食品とかだけではなくあのタンクローリーの仕事でもあの中距離便あります。あのまあ、例えばですね僕で言うとあの仙台便であったりまあ、西の方の便が多いですかね。えっ、ー、と浜松とか持っていくとかあとはまあ中距離の括りからちょっと出てしまうんですけれどもあのえっ、ー、と大阪とか和歌山三重あたりに えーと持っていく便ここら辺、えー、と会社によっては通販になって、えー、と長距離扱いになる会社もあるんでちょっとあの注意が必要なんですけれども、まあ、そこら辺のまあ1日で行って帰ってこれるギリギリぐらいの,あのタンクローリーの仕事結構あります、あのー、結構食品関係の、えーとまあ、油であったり小麦粉であったり あと、アルコール関係とか、液糖であったり、あの、そういう、えっ、ー、と、一発行って、おろして帰ってくるみたいな、えっ、ー、と、そういう系のタンクローリーも、の仕事もあって、そういうのすごくいいなと思いますね。あと、僕、炭酸やってたんですけど、炭酸は、あの、四日市なんかも結構、しょっちゅうありました。四日市はですね、うちの会社は、 あの僕がいた会社は中距離で1日運行なんですけど、あの基本的にはあの長距離扱いで2万っていう会社がほとんどでしたね。それはもう会社によってちょっとあの変わってくるのであの、なんとも言えません。ただ、あの結構僕は中距離の仕事に就けるんだったら、れとそれが一番いいんじゃないかな。実はあの、磁場とか、えー、長距離よりも中途半端の中距離で毎日家に帰れる、ごめんなさい、みたいな仕事があの結構好きかなっていう気はしますね。はいえー、なのであの結構見つけてそこにあの就職 できてもしくは自分が合ってたらえっとそこにずっといるっていうのがあの結構いいかなって僕はあの個人的には思いますねはい、えー、本日、えー、中距離、はい、デメリットデメリットをお話ししましたあのー、まあいろいろもうちょっと話すことはあるんですけれどもだいたいあの似たような感じだと思います中距離の仕事ってあのー、そんなにないんですはいそんなにないんですけども見つけたらあのやってみていただきたいなとそしてそのやってみて自分に合うなと思ったらもう最高だと思いますねはい。えー まあ以上ですね、もうちょっと話すことあるんで、えー、とまたちょっと次回、えー、やりたいなと思いますね。はい、えー、本日、星座放送、以上になります。どうもありがとうございました。ごきげんよう。